みかん。芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろして、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には、珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと、薄暗いプラットフォームにも、今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹、時々悲しそうに吠え立てていた。これらは、その時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には、言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落としていた。私は街灯のポッケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところが、それよりも先に、けたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく、車掌の何か言いののしる声とともに、私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて、十三子の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた。と同時に一つずしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切ってゆくプラットフォームの柱、置き忘れたような運水車、それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽。そういうすべては窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はようやくほっとした心持ちになって、巻きタバコに火をつけながら初めて物浮いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは、油っ気のない髪をひっつめの胃腸返しに言って、横なでの跡のあるひびだらけの両方を気持ちの悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも、赤じみた萌え木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には、大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には、三頭の赤切符が大事そうにしっかり握られていた。私は、この小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから、彼女の服装が不潔なのも、やはり不快だった。最後に、その二頭と三頭との区別さえもわきまえない、愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つには、この小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度は、ポッケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時、勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の光に変わって、すりの悪い何欄かの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく、汽車は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかし、その電灯の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく、世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講話問題、神父新郎、特色事件、死亡広告。
私はトンネルへ入った一瞬間、汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯漠とした記事から記事へ、ほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろん、あの小娘が、あたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで、私の前に座っていることを、絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車と、この田舎者の小娘と、そうしてまた、この平凡な記事に渦まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか例の小娘が、向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が、小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも、幾分ながら同情を引くに足る者にはそういなかった。しかし、汽車が今、まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、暮れ色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでも、すぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘は、わざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には、単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく、凄まじい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうバタリと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中からすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンケチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿を梅煙と電灯の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳やんだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り、窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのである。しかし、汽車はその時分には、もうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が降るのであろう、
ただ一流の薄白い旗が物うげにくれ色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思う、その時、その小作とした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この曇天に押しすくめられたかと思うほど、揃って背が低かった。そうしてまた、この町外れの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。それが汽車の通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を挙げるが早いか、痛いけな喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。すると、その瞬間である。窓から半身を乗り出していた例の娘が、あの霜焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上へ、バラバラと空から降ってきた。私は思わず息を呑んだ。そうして、刹那に一切を了解した。小娘は、おそらくはこれから奉公先へ赴こうとしている小娘は、その懐に蔵していた幾家のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。暮れ色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられた。そうしてそこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は公然と頭を上げて、まるで別人を見るようにあの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの方を萌え色の毛糸の襟巻きにうずめながら、大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠とを、そうしてまた不可解な、過当な、退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。芥川龍之介作、みかん。お相手は村上陽でした。ではまた。